イギリス、フランスの3カ国合同軍は13日夜、日本時間の今日午前2時過ぎからイラクに対する攻撃を開始しました。これはアメリカの4大ネットワークが相次いで伝えているもので、このうち ABC テレビはアメリカなど合同軍の軍用機が北緯32度以南の爆を開始し、イラク側も地上から反撃を行っていると伝えました。反革命暴乱，成为一场反革命暴乱。